はじめまして、キズナあかりです。ついに来ましたよ、製品版 PUBG。 本当ならあかね先輩が実況する予定だったんですけど、無理言って代わってもらいました。手何、私の番に乗ってるんですか、やめてください。初見の試合で相乗りとか前代未聞ですよ。まったく嫌なんで降りるんですか。乗ったなら一緒に旅しましょうよ。そうですか、一緒に旅しませんか。ならば記念すべき初キルになってもらいます。もう見しませんよ。ふう、すっきりしました。じゃあ実況しますか。私が降りた場所一人いたんですよね。さっさと武器を揃えて倒したいところですが。あちゃー、バイクのフレンズも来ちゃいました。先に倒しちゃいましょ。さあ出てきなさい。あなたは不完全に包囲されているんです。あ、本当に出てきた、お疲れさん。反応遅れたけどエイムが良かったからセーフです。セーフったらセーフです。さて、下にいる敵さん探しに行きますか。おっと、4倍スコープさん、これで勝ちに近づきましたね。と、小屋近くに一人いますね。ギリギリまで引きつけてやりますか。あ、これショットガンだ、違う違う。油断してると負けちゃいますね。気を引き締めていきましょ。と、敵さん近くまで来てますね、やっちゃいますか。さあ、私の神エイムに酔いしれるのです。何もなかった。いいね。今のは私が一撃で倒しただけなんです。異論は認めません。さて、縮小来てますし、カットしましょうね。いや、車乗り回してたら勝手に人数減ってましたね。まあいいです。範囲ギリギリまで待ちますよ。山側誰かいると思ったんですけど、いないみたいです。とりあえず、エリア内入っちゃいます。その後は勘で行きましょう。目の前にいましたね。後ろ取って倒しますか。いやあ、ひどいエイム。まあ私たち周りで勝負するタイプなんで問題ないですけどね。さてと、縮小遠いですし移動開始しますよ。そういえば、今日クリスマスイブですよね。私の予定はパブグライド参戦ぐらいですかね。本当はゆかりさんと遊びたかったけどマキさんに取られました。縮小、いいんです。私は実況者さんたちと楽しむんです。悲しくなんてありません。はい、この話エメ、実況しますよ。とりあえず山側から迂回して家付近に行きましょう。一人死にしました。撃ってもいいですが我慢しますよ。外したらエリア的に不利になりますからね。クソエイマーは我慢が大事です。さあ敵さん、エリア内に入って安心するがいい。止まりましたね。安心して死んでください。こういう立ち回りが決まると気持ちいいですよね。アイテム回収したいところですが撃たれそうなので家まで詰めちゃいます。撃たれてもこの地形ならなんとかなります。勢いで行きますよ。上から足音しましたね。グレネードでやっちゃいましょ。おっと、パルクール利用しましたか。でも負けません。私もパルクール大好きなんで対策はしてるんです。この後物資あさりでグダったのでカットです。ダブルサプレッサーになったのはいいんですが、縮小が絶望的なんですよ。ははは、どうあがいても道路渡らないといけないなんて罰ゲームかなんかですかね。こうなったら奥の手です。敵さんが撃ち合うまで待機します。ダメだ、ここも範囲外だ。グレ投げて突っ込もう。おい敵さん、私はここにいるぞ。せいせいどうどう勝負しようじゃないか。これどうしたらいいの、教えて偉い人。技を体さらして打ち勝つんやで。あ、神様に舌打ちしたら死んでまい。いや、この声どう考えても茜先輩でしょ。何してるんですか。あんたがちゃんと実況できてるか見てたんや。初めての実況でラスト喋ることないなんて予想外でしたよ。すまんな、次はちゃんとした試合持ってくるわ。では、今回はこの辺でお別れです。ご視聴ありがとうございました。また見てな。あかりちゃんお疲れさん、なんか食べるか。どんかつ食べたいです、どんかつ。ごめん、それは無理。